おはようございます。バーンです。今日はですね、手作業で芝の刈り残しの回収をしていきたいというふうに思いますね。で、回収した芝は、仕上げの段階に入っている手前の石垣の内側の上にね、充填していこうと、詰め込んでいこうというふうに思いますね。それでは作業開始です。はい、どうもです。なんとかかんとか、遊歩道から東側のね、緑地帯の、芝生の刈り残しの回収が終わりましたね。で、ところがですね、この真ん中の緑地帯の方の刈り残しはまだまだあるんですよ。これはね、この状態で、芝刈りを
を中断したのは不本意なんですよね。本当はもっと円を描いて、真ん中の草を外に寄せないと、こんだけ広いところは人力ではなかなか厳しいんですね。さてどうしたものかと。とはいえこの辺りにね溜まってるところがあるんで、この辺はねまた明日以降やっていこうというふうに思いますね。まあ、しかしながら、こちらの方、遊歩道から砂浜にかけてのね、緑は青々としてるんじゃないでしょうか。本日以上です。